なんかその口を見てしまうんで、あ、呼吸してんなっていうふうに思っちゃうんだけども、実は口はただの、微弱な電気で動いてるだけなんですね。反射って言うんですけどね、本当に呼吸してません、こういう感じですね、はい。じゃあ次に、呼吸がないということで胸骨圧迫になります。はい、胸骨圧迫はどうするかというと、傷病者の胸の中心に近づきます、ね、で膝は肩幅で、立ち膝の方がいいですね。で足は立てますね、はい、でどちらの手でもいいんですけども、手の付け根、付け根を胸の中心に置きます。でもう片方の手を置いて指を踏んだ方がいいでしょうと、踏むと手の付け根が出るということで、より安定した胸骨圧迫ができる。で肩は直角というかまっすぐですね。で、肘は曲げずにまっすぐ、はい、で顔は傷病者の顔を見るということで、1分間、ごめんなさい、30回行うんですけども、深さは少なくても、5センチ、速さは少なくとも1分間に100回のリズムです。じゃあ30回やっていただきます。はい、お願いします。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、30回終わりました。じゃあ、はい、ありがとうございます。胸骨圧迫が終わったところで、今度は気道を確保して人工呼吸を行いますので、まず気道確保なんですけども、人はですね、普通に呼吸すると気道っていうのが空いてるんですけども、で前が、気道で後ろが食道なんですけども、で白いのがベロ、ね、ベロが筋肉でできてます。で意識がなくなると筋肉なんで下に下がっちゃいます。舌根筋がってね、下がっちゃうんですよ、筋肉が。そうすると空気の通り道が塞がってしまうということで、このまま人工呼吸やっても入りません。じゃあどうしたらいいのってことで、頭を下げて顎を上げる、ね、そうすると気道の確保、これで空気の通り道できたので人工呼吸してもきれいに入ります。はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じで気道確保ですね。頭に当てて、で右の2本の指で顎の先ですね、顎骨のところを持ち上げて頭を下げると、これが気道 の確保です。でさらに左の肘をついて、左の2つの指で鼻を塞ぐと、それで大きな口を開けて1秒かけて胸の上がる程度吹き込む。で終わったらば鼻を離して口も離す。で同じく大きな口で2回1秒かけて胸の吹き込む。はい、終わりましたら素早く胸骨を取る。はい、ありがとうございます。